ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが霊夢、ここがどこかわかるか？本当に突然ね。ニュースで見たことある気がするけど、ここはどこかしら？え、知らないのか？わからないわ。でもなんか暑いところだわね。その通りだ。ここは暑いで有名な熊谷市がある埼玉県だぜ。少し前に映画にもなったあの埼玉県ね。言われてみればさっき東京から来るとき関所みたいなのがあったわ。ちなみにここは、埼玉市浦和区にある埼玉県警察の本部だぜ。昭和レトロな雰囲気がたまらないわ。いい意味でね。いい意味をつければよく聞こえるな。正確には、ここは埼玉県庁の第二庁舎だな。ん？何か今通ったような？埼玉県警察のマスコットのポッポくんとポポビちゃんだな。鳩がモチーフなんだぜ。覚えておくわ。それより、今日はなぜ埼玉県に来たの？よくぞ聞いてくれた。実は今、サイバー空間でいろいろ大変なことが起こっているの知ってるか？突然サイバー空間って言われてもよくわからないわ。コンピューターやインターネットの世界のことだぜ。埼玉県内だけど令和4年中のサイバー犯罪の相談件数は 14,961 件なんだ。だいたい 15,000 件だわね。そうだな。ちなみにだいたい 15,000 といえば、埼玉県鳩山町の人口とほぼ同じね。霊夢、鳩山町に詳しすぎないか？まあいいや、この件数は平成29年と比べると約3倍に増えているんだ。きっと、警察に相談していない人もいるだろうから、被害の件数はもっと多いんでしょうね。そうだな。相談が年々増えて深刻化するサイバー空間に対応するため、埼玉県警はある変化を遂げたんだ。変化って何かしら？埼玉県警は令和5年4月からサイバー局が発足したんだぜ。サイバー局？なんかすごそうね。ちなみにこれがサイバー局のロゴマークだ。さっきのマスコットも鳥だったわよね。埼玉県は白子鳩が県の鳥なんだ。そしてこれがサイバー局のマスコットのサイビアーだ。パソコンから熊が飛び出しているわね。隣にいる白い鳥は鳩かしら。サイバー局は、サイバー犯罪の検挙と対策の両面から対応を強化しているんだぜ。どんなことをやっているのか知りたいわ。よし、じゃあ、サイバー犯罪の被害対策とかについては、次の動画から解説していくぜ。そうなのね。楽しみにしてるわ。君に響け。サイバー、セキュリティ。ハモったわね。そうだな。うなぎでも食べて帰ろうぜ。